読売西さん、これはもうベンチも安心して見ていられるのではないでしょうか。まあ、もちろん気を抜いてはいけないんですけれどもね、まあ、こういう時はね、ベンチも少し余裕はあると思いますよね。そうですよね。空振り三振、まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って吉川、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライクです。見逃し三振。2番バッター杉谷、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。打ちました大和、これで3アウト。この瞬間試合が終わり、